にちは、トバログのトバです。今日はドリップのオフィスに来ていて、ドレスコードの平岡さんのカバンの中身を見せてもらいたいと思います。はい、よろしくお願いします。はい、平岡さんはiPad でいろいろ動画を作ったりとか、ブログを書くみたいな、そういう Tips とかを紹介したり、あとフィルムカメラとかファッションについて発信する YouTube チャンネルを持ってるんで、もしかしたらこのトバログのチャンネルを見てくれてる人も知ってる人いるかなと思うんですけど、実はここはもともとブログのね、もう結構前からね、そうですね、4、5年前ぐらいからブログ僕がやってて、平岡さんもドレスコードっていうブログをやってて、でそこでいろいろ仲良くさせてもらって、今に至るっていう感じなんですけど、今回はそんな感じでカバンの中身取材が実現しました。昔ね、トバログのブログの方でもね、一度インタビューしてもらって、そうですね、カバンの中身出してもらったりとか、で今回動画版を撮影したりってことで、はい、撮影していただくことになりました。はい、ありがとうございます。平岡さんのこともしかしたら知らないっていう人もいるかもしれないんで、ちょっと自己紹介をお願いしていいですか。はい、ドレスコードチャンネルっていう YouTube チャンネルをやってます。平岡と申します。フクロウっていう名前でも、活動しています。ハンドルネームがフクロウって感じですね。で普段はですね、 YouTube チャンネルの方では僕すごい iPad が好きなので、iPad の使いこなしだったりとか、あと趣味のファッションとかカメラとか、そういった情報を発信しています。で、本業の方では株式会社ドリップっていう会社をやってて、ここも今日ドリップのオフィスにトバログが遊びに来てくれたんですけども、僕とね、もう一人、彼も YouTuber なんですけども、モノグラフの堀口っていう人と2人で会社をやってます。はい、はい、最近だとそのドリップの会社だと、僕もちょっと前に財布の中身という動画をアップしてるんですけど、そこで使ってるプレッソとか、あとものづくり系いろいろやってるんですよね。最近あれですよね。そう、最近はワンガーっていう引き出しをなくすハンガーっていうコンセプトのハンガーを作りました。今クラファン中なんですけども、普通のシャツとかをかけるハンガーとパンツハンガー、パンツをこう引き出して使えるっていうのが一つになったっていう形の、結構ねかっこよさっていうのもこだわって作ってて、これがねクラファンを始めたんですけど、1日で1万本売れてすごい。そうで今2万本も売れて3万本をリターン追加してやってるところです。すごいですね。そうなんですよ。特に僕も結構カバンの中身とかも持ってるものにこだわるタイプなんで、トバログもそうと思うけど、このハンガーとかもこだわって、クローゼットの中も、ちょっとこうスッキリさせようみたいなコンセプトで作ってます。いいですね。これも概要欄の方に貼っとくんで、もし気になった人はぜひ飛んでみてください。ぜひ、2月いっぱい、3月頭ぐらいまでクラファンやってるので、ぜひご支援のほどよろしくお願いします。はい、ありがとうございます。はい、じゃあ早速カバンの中身を見せてもらっていいですか。わかりました。じゃあ、はい、僕のカバンはこちらです。お、なんすか、そのかっこいいですね、カバン。そう、これちょっとね、お仕事で一緒にさせてもらったベクトっていうバッグメーカーのバックパックで、これはカバン自体提供してもらったんですけど、気に入ってもう半年以上ずっとこれを使ってますね、普段は。あ、もう半年も使ってるんですね。結構使ってる。そう、結構見た目もなんかすっきりしてていい感じ、ね、なんかそうシンプルでね、使いやすいから、うん、なんか正直ね、もっとかっこいいカバンとかもたくさん持ってるし、欲しいなって気持ちもあるけど、使いやすさで割と毎日これ使っちゃってるって感じかな。なるほど、うん、すごく使いやすいです。なんかビジネス的にも使いやすそうな感じが。あ、そう、一応スリーウェイなのかな、この横にもこうできるし、はい、あとここに、ね、フックもあるから、ここにこうショルダーストラップつけてショルダーにもできるんです。スリーウェイバッグです。いいですね、うん、結構気に入ってます。いくらぐらいするんですか。でもこれ安いよ、めっちゃ。1万8000円とか、あ、多分アンダー2万円とかで買える。このなんか素材感とかもかなりしっかりしてるし、うん、かなりいい感じなんで、もう少し高そうに見えるっすけど。そう、いいですね。結構ね、いいと思います。うん、使いやすいの。はい、ありがとうございます。じゃあ中身の方をちょっと見せてください。お、iPad っすね。 iPad です。でかっ。これと、意外と黒いこれ。確かに。こんなもんかな。あ、意外と荷物少ないっていうか、僕前に取材した時と、うん、物自体はかなり変わってるんですけど、ラインナップは大体近いですね、うん、そんな変わってないよね。そんな変わってないです、うん、意外と。あ、でも結構この中にほぼ入れ込んじゃってる感はあるけど、はい、持ってるのは少ないと思う。はい、じゃあちょっと一つずつ紹介してもらいたいんですけど、はい、その前にこのカバンの中身ってなんかどういうシーンで使う時のカバンの中身ですか。うん、基本ほぼ毎日持ち歩いてて、このカメラ、ミラーレスカメラとマイクはその撮影の時とか
に使うので、これとこの2つは毎日は持ち歩いてないかも。ああ、なるほど。まあ、ちょっとあの撮影に使ったりとか写真撮ったりする用事があるときには持ってくるって感じかな。うん、あとはほぼ毎日持ち歩いてます。もう休みの日でも平日でも。平岡さんのちょっとベーシックな感じのカバンの中身、ね、ということで基本セット。じゃあまずはやっぱりこれですよね。お、これからドレスコードのチャンネルといえばやっぱり iPad のイメージが。そうですね、僕はこの2018年モデルかな、一番最新の 12.9 インチの iPad Pro を使ってます。これが一応メインの端末として、 MacBook とかはほぼ持ち歩かずにいつも iPad だけで持ち歩いてます。まあ、平岡さんのチャンネルもしかしたら話してるかもしれないんですけど、うん、iPad って小さめの iPad mini から、うん、まあ、iPad Pro 11とか、うん、まあ、いろいろなサイズ展開あるじゃないですか、うんうん、その中でも 12.9 インチって一番大きいサイズだと思うんですけど、ね、これ選んだ理由みたいなのって教えてもらってもいいですか？やっぱり昔は11インチ使ってたけど、うんうん、あの iPad すごい便利だなと思って、もっと本格的に使いたいってなったら、やっぱサイズがネックになってくるんだよね。はいはいはい、はい、で、それでさ一番大きいのを選んだってところかな。うん、結構やっぱ大きいほど効率がめちゃめちゃいい。うん、スプリットビューして作業するとか、はい、スライドオーバー使うとか、うん、そういった時には動画編集もこれやってるから、うん、なるほど、シーケンスがよく長く使えるので、うん、結構そういうところでやっぱ大きさは正義かなっていう。なるほど、そういう感じなんですね。うん、あれですもんね、2画面のスプリットビューにした時にやっぱ作業領域は結構狭くなるっていうのは、まあ、12.9 インチはそういう意味でも作業効率は上がるんですね。そうね、1画面だとねそんなに違い分かんないけどね、分割すると結構違いが出てくるかなと思って、はいはいはい、あとこの最新モデルになってからさ、あの 12.9 インチのディスプレイサイズを維持したままこの周りが薄くなってさ、ね、ベゼルがね、ベゼルがなんでちっちゃくなって軽くなったよね。うんうんうん、それもあって今ね、とはいえでかいけど割とね 12.9 インチって昔はさ本当にでかかったじゃん。そうですね、もうこんな使うみたいな、うん、結構現実的な大きさになってきてる気がする。なるほど、うん、ちょっと持っていい？どうぞ。確かに結構軽いですね。意外と軽いよね、うん、この画面サイズで、しかも、まあ、バッテリーとかも入っててこの中に全てが詰まってるんですけど、この薄さで、まあ面は大きめだけど薄さが結構あるんで。そう、ね、いいですね。キーボードも入ってるし、うん、この中にキーボードもこのまんま使えるっていう感じですよね。そう、これ結構いいと思います。うん、仕事もこれで全部、うん、そうね、ほぼこれだね。別になんか、まあ、オフィスにも Mac があるから Mac 使う時もあるけど、別に iPad でできないことはないかなって感じかな。なるほど。で、ここの iPad のこの裏キーボードの底面に来るところにこのモフトっていう、PC スタンドのモフトを貼ってます。で、これね、こう折り返すとスタンドになってキーボードが打ちやすくなるっていうタイプの PC スタンドなんですけど、これね、あの Mac 用なんですよ本体、うんうんうん、本来は PC 用かな。でも iPad で使ってもこうやってキーボードの角度を高くできるっていうのがすごく気に入ってて、これを iPad につけて使ってます。確かに結構ちょうどいいですね。そう、結構ちょうどいいのこれ。次はですね、こちら、はい、このね、スリットっていう、ドキュメントホルダーかな。これで結構変わってて、I don't know っていうメーカーが作ってるあのファイルなんですけど、まあ、普通のクリアファイルってあるじゃん、はいはいはい、L 字のね、はいはいはい、これは L 字じゃなくて完全に両開きなの。見やすい。そうで、両開きだけど、これ不思議なことにこう書類とか紙を挟んで、うんうん、こうやってトントントンってすると、はい、もう落ちなくなっちゃう。ああ、いいですね。こっち側が、まあ、閉じてるというか、そうそう、側圧があって、一方だけの側圧でちゃんと紙を両側から挟んでくれて落ちなくなるから、この L 字と違ってガバッと開いて本みたいにこう書類をね、あのこうチェックしたりできるし、はい、あと大きさの違う A4 とこういうちょっと封筒サイズとかも一緒に挟めるから、確かに書類はこれに入れて持ち運んでます。いいですねこれ。そう、これすごくいいよ、うん、L 字のクリアファイルってどうしてもちょっと安っぽい感じするけど、これはちょっと高級感があって、確かにいいかなと、気に入って使ってます。いいですね。いくらぐらいですかこれ？いや、これ安いよ。全然ね、800円とかじゃない、1000円したかなっていうぐらいのレベル。結構これずっと使ってるね。カバンにずっと入れっぱなしで使ってます。いいっすね。で、次はカメラなんですけど、はい、これは撮影の日だけ持ち歩いてて、基本的にあの YouTube とか、あと写真も、仕事関係の写真はこの Lumix の GH5、これを使って撮影しています。GH5 は、まあ、マイクロフォーサーでセンサーはちょっとちっちゃめのやつですよね。そう、センサーがちっちゃめで、はい、これレンズが
12-35 なんで、まあ、フルサイズ換算っていうのかな、 35mm 換算で 24mm70mm の F2.8 のズームレンズを使います。なんか前回平岡さんのカバンの中身取材した時は3年前ぐらいなんですけど、うん、その時はあの α7 っていうフルサイズのミラーレス一眼使ってたじゃないですか。そうね、うん、こっちでも全然いけるそう、意外といけるよ。なんかね、全然あんまり個人的には気にならないかなと思って、まあ、ポートレートとかね、背景をこうしっかりぼかしたい時はちょっと物足りない時もあるけど、はい、あのまあ、今メインってやっぱ動画撮ってるし、うん、動画とかは全然問題ないかな。手ブレ補正がすごい強力だし、そうなんだ。そう、普通ほらこれって F2.8 同士のズームで24-70ってさ、レンズでかいんじゃん。そうっすね、結構でかい。フルサイズだともう本当にこのぐらいになる感じ。そうそう、でも4サイズだったらね、あの F2.8 だけどこれぐらいのちっちゃさに収まるから、うん、扱いやすいしね。結構これはずっと使ってるかも。 YouTube 始めたのは1年前ぐらいで、もうこれで1本で使ってます。いいっすね。で、まあ、あとは音声もね、あの収録したい時はこのロードのビデオマイクロっていうのをこうやってカメラの上につけて使ってます。カメラの上に接続して画面を多分自分側に向けて、そう、ね、こうやって、はい、まあこう置いて撮るっていうのがいつもの YouTube スタイルかな。基本じゃあ平岡さんの YouTube チャンネルはまあこれで撮ってるって感じですね。そうですね、基本これで撮って、さっきの iPad で編集してって感じで出します。すごいな。そうなんで、もうこれで撮影と編集とアップロード全部できちゃう。すげえ。もうじゃあこのまま、じゃあちょっと旅行行きたいから旅行行くかって言ってまあ旅行行った先でもいつもと同じような動画を撮りつつ編集してアップまでできる。そうね、全然できちゃうね。すごいですね、それ。そう考えるとなんか完成されてる。そう、なんかね、iPad でできるのそこがなんかいいなと思って。これはあのフィルムカメラのコンタックス T3 っていうコンパクトフィルムだね。かわいい。そう、ちょっと今ここがね、あの壊れちゃって、でも、まあ、開けると使えるんだけど、こんな感じで、これはすごいあの、まあ、高級コンパクト、今でいう RX100 とかそれに近い存在っていうふうに言われてて、あのフィルム 35mm フィルム使えて、オートフォーカスも効いて写りもすごくいいのよ。あのカールツアイスのレンズを積んでここにゾナーゾナーへーで 35mm 版換算 35mm でのがすごいね人気で。確かに、まあデジタルでいうとフルサイズってことですね。そうそうそうすごい。確かに。でこの当時のカメラってすごいやっぱ作りがさ、あの高級でさ、そうですね、ライフサイクルも長いから、これ両面にあのチタン使って、えチタンなんですかそれ。すごい高級感がすごいのよ。90年代っていうことはほら、あの日本のさ、はい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 、ちょうどすごい日本景気良かった時代で、こういう一個の製品にかけるね、この品質というか、すごいいいのよね。すごいですね。なんかあのフィルムカメラだとコンタックス T2 とかってなんか一時期流行ったりしてたじゃないですか、T3 にしてる理由とかってありますか？T3 のがより小さいかな。あで、あと T3 のがオートフォーカスが正確。T2 はね、たまにちょっとオートフォーカスが効かない時があったりとかして、そこがやっぱあるかなってのと、写りが T2 はちょっととね、レトロな感じ。あなるほど。より T3 の方が今っぽいとか、まあ、正確に映るってので、好き嫌いの問題って感じ。で俺は T3 の方が好きかなと思って。高いのよでもこれ。えいくらぐらいするんですか？えいくらだと思う逆に。今結構5万8000円とか。いやこれ10万超えたらこれ中古でだよ。確かに、でもあの僕ゲームボーイミクロとか好きなんでなんとなく分かるんですけど、そ気持ち分かるよねそうそう、気持ち的にはやっぱ小さくて物がいいものって本当になんか所有欲というか、そうそう、はい、持ってて気持ちがいいですもんね。そうなんだね、ちょっとノコロでしょうか。はい、チーズ。あとで Wi-Fi で送っといてください。まずあの現像上行かないと。エアドロップとかないからこれ。でこれはですね、ソニーのノイズキャンセリングワイヤレスイヤホンの WF1000XM3 っていう、まあまあ、一応ソニーが出してる最新のノイズキャンセリングのイヤホンです。 AirPods Pro とか今出てるんですけど、一時期もこれ一強みたいな感じで、そう、ね、みんなこれつけてた時期ありましたよね。 AirPods Pro が出る前はこれ一強だったね。それ以降は、まあ、iPhone 勢は AirPods 使って、まあ、これもまだ未だに人気だけど、そうですね、やっぱこれもすごくいいです。解像度もそこそこ高いし、ノイズキャンセリングも効くっていうのがいいですよね。そう、ノイズキャンセリングの性能がね、あの1個前の機種からすごい上がって、結構ね、普通にしっかりキャンセリングしてくれるので、作業とかにもぴったりです。バッテリーってどんぐらい持つんですか？バッテリーもね、結構持つよ。12時間とかだったかな。結構持ちますね。結構持つ。
じゃあ、作業しながらでも、まあ、ちょっとしたカフェで作業するときとかだったら全然いい感じ。全然、そう。あ、USB Type-C で充電できるんで。めっちゃいい。これ、ポイント高いです。ポイント高いです、これね。ちなみに AirPods は買わないんですか？ AirPods とね、本気比較みたいなのしたけど、昔。はい、AirPods の方がちょっといい、実際。けど、買い替えるほどではない。はいはい、こいつも十分いいって感じで。なるほど。なんか壊れたりしたら次は AirPods 買うんだけど、俺あるからいいかなって。いいですね。うん、はい、で財布類はですね、これさっきトムログも紹介してくれたんですけども、うちの会社で作ってるプレッソ、これプレッソのノワールっていうモデルで、象革を使ったプレッソです。象革ワイルドですね。結構でもね、黒染めしてるからちょっとかっこいいね、これ。肌触りも思ったほどザラザラしてなくて、結構リアルな感じがすごい。これね、そう、結構気に入ってます。で、こっちは小銭入れのチップっていう商品です。これ組み合わせて、はい、プレッソの生まれた経緯みたいなのってどんな感じで生まれたんでしたっけ？あ、プレッソはね、そもそも、まあ、キャッシュレス決済が多くなってきてさ、なんとかペイとかね、はいはいはい、よく使うんだけど、個人的にも、うん、その時今財布ってそんなにもう使わなくなってきてるじゃん。現金使わないから始まって、でちっちゃい財布って世の中にたくさんあるけど、なんかかっこいいちっちゃい財布ってとこにするとそんなに数多くないなと思って。そうですよね、意外とないですよね。そう、銀座の革小物メーカーさんがうちと共同でなんか財布作りたいっていう相談もらったから、キャッシュレス時代に向けたかっこよくて使いやすい財布を作りたいなと思って作ったのがこれです。なるほど、っていう感じで、まああとは小物入れですかね。結構大きめで重いんで何入ってるか気になる。これに全部入れてるからすごい。このケース自体は MHL かな。MHL のナンバリングポーチってやつで、はい、これ3番だけど2番とか1番とかいろんなサイズがあって、僕は3番に今全部入れてますね。はい、なるほど。これ選んだ理由みたいなのあります？このポーチ自体を。なんかね、結構いろんな用途でポーチ使うことがあるから、そんなナンバリングで大きさがいろいろあるっていうのがいいかなと思ってて、はい、旅行の時はこれプラス2番持ってって、そこになんか化粧品とか入れたりとか、はいはいはい、1番はペンケースとかメガネケースにしたりとか、ポーチってやっぱりいろいろ使いたいから統一感を出したいなと思って、そうですね、今はこれを使ってます。で、中身は、ちょっとじゃあ、これはマイクです、はい。YouTube 撮影用のマイク。Zoom の H1N ってやつですね。で、これはマイクに挿すピンマイクですね。さっきのレコーダーにして、これピンマイクにしてます。有線イヤホン。ワイヤレスイヤホン切れちゃった時にでも動画編集できるように、有線イヤホン。で、これは充電ケーブル類をこの中にまとめてます。でこれはさっき紹介した財布のチップと同じもののちょっと色違いなんですけども、この中に SD カードとかをたくさんしまってます。いいですね、小物ケースにもちょうどいい。そう、これ SD カードケースにすごく便利です、そうです。これ SD カードリーダーかな、 iPad に直接 SD カード読み込める SD カードリーダー。2種類持ってるんですか？そう、昔の iPad ってこのライトニングとかさ、はいはいはい、その名残で。なるほど、ライトニングと USB-C の、そう、 USB Type-C と持ってます、この量のがこの1個のポーチ。入れすぎ。で僕 iPad mini も持ってるので、はい、第一世代の Apple Pencil。でこれ USB Type-C のハブですね、うん、プレッソなんですけど、これカードケースとして使ってます。プレッソモバイルバッテリー、これはコード一体型になってるのが自分は好きで、こうやってこのままコードもいらずに使えるっていうのが結構気に入ってます、で、あとはサムスンのポータブル SSD T5 ってやつですね。 500GB のやつを使ってます。ちなみにこの第一世代の Apple Pencil で iPad mini 使ってるってことなんですけど、うん、12インチと、まあ、iPad mini の使い分けみたいなのってどんな感じなんですか？普段は、まあ、正直iPad mini は作業っていうよりもインプット用で本読んだりとか、はい、あと YouTube 撮ってる時とか の、ま、毎回話す内容原稿に書いてるから、はいはいはい、それを iPad mini で表示して、 iPad は動画用に必要だから、はいはい、確かに確かに、っていう情報を表示っていう感じで使ったりとか、はい、あと場合によっては今日はもう iPad 大きいやついらないかなって時は、12.9 は置いてって iPad mini で動画編集することもたまにある。そうなんですね、意外とできる。意外と使い分けしてますね。結構使い分けしてるかな、で、これ iPhone はですね、 iPhone 11 Pro か、11 Pro ですね、のミッドナイトグリーンを使ってます。このケースいいっすね、 DHL。 このケースね、すごい本当実際人気で、このね、はい、iPhone ケースがね、このケースティファイっていう、はい、iPhone ケースブランドと、はい、DHL っていう運送会社の50周年を記念した
コラボケースで、これ実際めちゃめちゃ人気で世界的に、はい、1回即完売して、だから再販された時に再販で買った、はい、俺も。あ、そうなんですね。DHL って普通の人そこまで知らないかもしれないですけど、国際郵便だよね。そうですね、まあ、あのガジェットを例えば香港から輸入しますとかの時は大体これできますそうね、確かに。で、まあ、普段はこれにねモクト X をつけてこのスタンドでできるようにしたりとかしてます。このモクト X ね、めちゃめちゃ使いやすいんで、これ結構お気に入りです。そうですよね、うん、いいっすよね。僕もブラックベリーにこれつけて使ってるんですけど、いいよねこれね、意外とめっちゃいいよね、意外といいっす。11 Pro にした理由みたいなのとか、あとよく使ってるアプリみたいなのをざっくり教えてもらえたら嬉しいです。OK です。11 Pro にした理由は、前は iPhone 8使ってたのかな、うん、でまあ写真とか動画とか結構 Vlog これでやったりするとこもあるから、なんかちょっとグレードアップしたいなと、はいはいはい、結構容量がね、iPhone8 の時は 64GB 買ったのよ。だからもう容量全然なくて、さすがに iPhone はちょっと容量ないとしんどいなと思って、まあ、ちょっとストレージの大きいやつをいい機械だから買い足したって感じかな。なるほど。よく使ってるアプリは、個人的には写真、毎朝本読んだ時、本とコーヒーの写真あげてるんだけど、写真編集はこのディスコってアプリ使って、はいはいはい、なんかサクッとフィルターかけて編集してます、うん、いいですね。あとまあ最近結構積極的に使ってるのがこのジャストプレスレコードっていう音声メモ、はいはいはい、ボイスメモアプリで思いついたこれやんなきゃいけないなってこととかをパッと押して録音して、うん、OCR してくれるの勝手に。あ、そうなんですか、うん、テキスト化してくれるから、なんか思い出したら忘れる前にとりあえず声で言うみたいな感じの、うん、トゥードゥ管理を最近してます、ここは一旦忘れないように入れてて、うん、これを後でカレンダーとかにアサインするって感じかな。はい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 、忘れるやん、意外と意外と忘れます。あっと待って10秒後ぐらい、あれ何だったっけって結構あるからさ。なるほど、ありがとうございます。はい、という感じで、まあ、平岡さんのカバンの中身をいろいろ見せてもらいました、はい、ここからはいつもあの物についてちょっと質問してるんですけど、ほう、なるほど、なんかこう簡単に質問してみていいですか。あ、大丈夫ですよ。物の選び方のポイントみたいなのって自分なりにあったりしますか？一番いいものを調べて買う。おお、衝動買いはしない。うん、リサーチして、うん、まあ、良さげなものを買うっていうか。そうね。例えばじゃあその買い方で最近買ったものあります？ちょうど昨日かな、α6600 っていうカメラ。もう一つね、ちっちゃいカメラ欲しいなと思ってて、ちっちゃなサブカメラないかなと思って調べに調べ尽くして α6600 だからこの界隈みんな持っててそうそうだからまあまあそれがやっぱ正解だよねって行き着いた感じがした。そうですね、うん、しかもなんならそれを買った日に僕ビッグカメラでそう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 、あ、俺買ったんですよ。買ってビッグカメラ見たら横にいたからね、止まるね。まあ、物はもちろん買い方までね、最適化していくっていう今まで人生で買った中で一番高い買い物って何ですか？カバンかな、カバン、40万ぐらいのカバンを買ったこれがないと生きていけないものっていうのを聞いてるんですけど、これがないと生きていけないものは、まあ、ちょっと幅広いけど服、やっぱ毎日服、いろんな服着たいし、うん、それ制限されたら結構毎日気分下がるかなって。確かに服大事かな、うん、カメラ、パソコンとかガジェットものも結構好きだけど、うん、スペックがある以上正解があるじゃん、うん、その人に合わせた正解。確かに、でもファッションってまあ正解がないし、うん、終わりも結構見えないし、確かに新しいものだけがいいじゃなくて古いものも良かったりするから、うん、なんかそういうところが奥深くていいっすね、うん、結構好きかも。最後に、はい、カバンの中でこれが一番自分の中でお気に入りっていうものを教えてください。おー、なるほど、はい、自分の中で一番お気に入りはやっぱこのフィルムカメラかな。やっぱなんかね、毎日、これは仕事用のカメラだからさ、持ち歩く日持ち歩かない日あるけど、うんうん、毎日カメラを持ち歩くっていうことがまず、ちゃんとなんか思い出に残る毎日を過ごすようにしようっていう気持ちの表れでもあるやん、正直ね、うんうん、でもあるし、実際これ、ね、本当に あんま撮らないんだけど、2日に1遍に1枚とか、うん、3日に1枚とかだけど、それが溜まって現像出した時に結構ね、もう全然覚えてない記憶が返ってくるんだよね。それこそさっきトバログ撮ったけど、うん、これ多分返ってくるの2ヶ月後とかだから、はいはいはい、エアドロップないからすぐ見れない。そう、そういうのがなんかね、本の中に残ってると思うと、うん、すごい思い出としていいんだよね。確かにいいですね、うん、しかもこのカメラかっこいいし、うん、個人的に結構このカメラを持ち歩くってのが日々大事にしてるというか、うんうん、いいかなと思って。いいですね、こういうのが1個カバンの中入ってるとなんか毎日楽しくなりますよね。そうよね、うん、しかもなんか自分の好きなフィルムカメラで多分人とそんな被んないっていうのも、うん、なんかちょっと個性出せるかなと思って、うん、お気に入りです。
じゃあこんな感じで平岡さんのカバンの中身とあと、まあ、物に対していろいろと聞いてみました。3年前にもトバログの方で記事としてカバンの中身取材させてもらったことがあって、まあ、その時も楽しく撮らせてもらってたんですけど、結構こう用途は割と同じものが多いのかなっていう気がしてて、まあ、例えばカメラにしても、まあ、今 iPad ですけどもともと Mac が入ってたりとか、用途とかそういうのは意外と、まあ、一貫してる気がしてて、なんかいいなと思います。でそれでそれぞれなんか平岡さんのライフスタイルに合ったものに変わってて、こうやってカバンの中身を改めて見てみると面白いよなと思って。確かにね、そう思ったら3年前と見比べても、うん、自分の中でも確かになんか自分のやってることに沿って変わってはいるけど、うん、なんか基本はアップデートって感じで、はい、そんなに新しいジャンルのものはないなっていうのが改めて思ったかな。はい、ありがとうございます。じゃあ、はい、今回の動画はこんな感じで終わりにしたいと思います、はい。でトバログではこれまでもガジェットのレビューとか、あとこんな感じで人のカバンの中身インタビューの動画をたくさん上げてるんで、もしよかったらチェックしてみてください。でもし気に入っていただけたらチャンネル登録の方していただけるとすごい嬉しいです。よろしくお願いします。はい、じゃあ次の動画でお会いしましょう。トバログのトバでした。